ということで、じゃあ今回は10月の1日ですね。10月入ったという、いうところからスタートやな。10月1日放課後カーです。で、今回はゆかり行きまーす。ゆきくん、あのさ、この間は、ごめん、ちゃんと話したいから少しだけ時間もらえる？よし。ありがとう。屋上までいい？あのさ、この間ほら、助けてくれたじゃない？柄の悪い連中から。あのね、なんか怒ったりしてごめん。いや、ええんや。悔しかったの。人に頼らないって決めてたのに結局助けられちゃって。でもね、あの時は言えなかったけど嬉しかった。来てくれてあなただからかな。おお、だからちゃんとお礼言うね。あの時はありがとうございました。お安いご用、こちらこそどういたしましたよな。これはこれは、どうもご丁寧に。ゆかりはなんだか吹っ切れた様子だ。よし、あと4つやな。あー、すっきりした。悩んでるの、私ムズムズして合わないな。じゃ、長居する前に降りよっか。屋上あんまり人来ないし、マジトーンの話だとつい使っちゃうけど、ここカップル率高いから、人に見られたらまた変な噂になっちゃうから。お前嫌なのか、俺と噂立てられんの。困るでしょ。その私と付き合ってるとか噂されたら。あ、全然。本当に大胆なんだか敏感なんだか。でもそれ結構すごいよね、周囲の視線をものともしない感じ。誰か噂してる？なわけないか。さ、帰った帰った。ゆかりガード固くて好きだわ。思ったよりもガードが固い。千尋ちゃんの方が最初固いかなって思ったんだけど、もうあの子ふにゃふにゃだからな。帰ったか。あ、戻りました。はい。提言で、勝利を得るためには今から戦略を練っておくといいでしょう。戦力が高い、戦力が高いからといって、マージンする中であります。全員が遺憾なく力を発揮できるようよろしくお願いします。なあなあ、今回ってさ、ストレガーどう出るんだろうな。ナビ役だった千鳥は今となっちゃこの俺の味方だし、残された野郎二人で頑張ってねって感じ。さあ、どうだかな、ちょっと嫌な予感がするな。今月の半ばに中間試験か。いつものことだけど鬱陶しいな。作戦面の姿に試験ってパターンどうにかなんないのかな。そっか、もう試験か。さて、今回は何体のシャドウが出るんだろうな。まあ3体ってのは考えにくいから、ピンで来るかもしくは2体か。ただ強力なのが2体来たとするとかなり苦しい戦いになるだろう。はーい。準備ちゃんとできてますか？もうすぐ満月ですけど。大丈夫。はい。今回も勝てるといいですね。あ、今回は風か？何してるん？あのね。国力。ごめんね。どうしよう。今日ガッキーと過ごすか。さあ、ガッキーとこれ初めてやるかも私。プランターのやつ。もちろん。そうか、ここも多少は変わったか。あんなもん置くなんてな。一緒にやりますか。なんでお前と。まあいい。ただ俺とヤカね、きっちりさせてもらうぞ。種まいて終わりってわけにはいかねえからな。それが嫌なら俺とはやめとけ。じゃ、やってみるか。はい。おう。まあ、こんなもんか。お前、最後まで世話やれそうか。あ、今までやってたんですよ、私が。頼もしいこった。その勢いが続くといいがな。手出したからには最後まで面倒見ねえとな。ガキの頃ちょっといじったぐらいだな。まあなんとかなんだろう。なあ、施設でな。へえ。そこでいろいろ習って、アキト無駄話が過ぎたな。続きやるぞ。はい。こんなもんか。ま、人手があるに越したことねえな。時間があったらまた手貸せ。はい。丁寧な世話をここをかけたおかげで美味しく育ってくれそうだ。そろそろ戻るぞ。
土いじったら収穫が楽しみだね。優しいかよ。10月の2日、さあ今回は満月の日までやるぞ。あれ、ゆかりいない。今日は誠殿、おベベと、あとは小田切と、あ、ふうか、今日ふうかかな。コロちゃん放置してんのちょっとかわいそうな気がするんだけど、土をセーブ。でもなんかさ、学力のさパラメーター上がったらさ、誰かのコミュ解放されたりしないんだろうかって思うんだけど。あ、そうか、そういえばあれじゃない、金城先輩あれじゃないか、確か学力マックスになったらコミュ解放みたいなのなかったっけ。まだなのか、金城先輩。文化祭って中止だってね、延期じゃなくて、うちの母さん出し物とかなかったけどやりたかったな、文化祭。ところでどうなの、金城先輩との甘味の人ときもっと生徒会の活動参加してるの。最近あんまりですね。あ、何そのもったいないの。あ、美里人変わってほしい。よし、じゃあ行くか、風化。もう帰るのはちょっとお買い物についてきてもらえたりする。ありがとう、ポロニアモールまでお願いします。ごめんなさい、時間かかっちゃって。お料理の隠し味になるものを買いたかったんだけど、隠し味とかまだちょっとレベル高くないか。どれがいいのか悩んじゃって、使いこなせるかなとか考えちゃったり。隠し味って必要、まずは基本からよ。そうだよね、お料理にだって基本はあるのに、焦って飛ばしちゃってた。まずは自分が作れるものを見つけないとだよね。相変わらず失敗ばかりだけど、リーダーにも協力してもらってるんだし、まだまだ頑張らなきゃ。他に取り柄っていうのがあるわけでもないしね。得意なことはね、ペルソナがある。いや、風花は努力家でしょ。そんなことないよ、頑張るってみんなしてることだから。いや、それを続けるっていうのはね、なかなか人によってはできなかったりとかあるから。あると思うんだ。でも私はちょっとだけ機械に強いってくらいで、本当にちょっとだけだよ。単に好きってだけで胸を張れることじゃ全然ないんだ。昔お父さんがね、音楽関係の細かい機械をいじるのが趣味で、うん、とか片方聞こえなくなったイヤホンとか自分で直しちゃうの。私小さい頃からそれを見てるのが大好きだった。機械に強くなったのはそれのせいだね。でもこれみんなに恩返しすることにはあんまり活かせないと思う。そんなことなくない。本当に技術が必要なときは霧城グループの支えもあるし、それにね、女の子っぽくなくてちょっと恥ずかしい気もするんだ。そんなことね。そうか、どうしてそんな。いや、そんなことないでしょ。いや、真面目によ、本当。得意なことに男とか女とか関係ないだろ。いつも話を聞いてもらってばっかりだね。なんでかリーダーには話せちゃう。どうせダメって思うマイナスな考えをリーダーが消してくれてる気がして。考えてみたらすごい恩人かも。かわいい、風花に信頼されているような。よし、あ、もう遅い時間だね。喋っちゃって、それじゃあ帰ろうか。だけなんか夜結構自由だよな。あ、おかえり。満月あさってだよ、あと3体最後まで頑張ろうね。なあ、セ
編曲もこの段階まで来るとわずかな不備で即敗北へとつながりかねないだろう。常に気を張れとまでは言わないが準備は入念にな。あれ、もう失踪じゃない感じかな。もう10月か。なんかあっという間だね。少し前まではまだ夏だったのに、満月とかシャドウで忙しいからかな。ここに来てから時間の流れがすごく早い気がするんだ。ゆかりがいて、画像落ち着いてんのお前は。もうすぐ満月だったよね。緊張だとかしねえのかよ。してますよ、それなりに。もうあと3体沈みりゃこの生活の終えだ。それまで気張るこった。今日アーマダくんと上にアイギスか。今日アーマダくんかな。コロちゃんも違うしね。よし、じゃあ特にないよね。アマダくん行きましょう。 DVD をレンタルしてきたんです。海外のハードボイルド映画。今ちょっと暇を持て余してて、一緒に見るか。お店で渋かっこいい大人の男特集っておすすめされてたんですけど、この探偵の主人公、今のとこ無鉄砲なおじさんって感じですね。無鉄砲なおじさん。女性のあんな嘘まで信じちゃうし、これがかっこいい大人の男なんですか。多分違う。あ、見てればわかる。まあ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 、見なさい、おとなしく。あ、そうでした。まだ中盤ですもんね。あ、またギャングに囲まれてる。かっこよかったですね。主人公、ちゃんと嘘だって分かってて、それなのに騙されたふりをしてたんですね。あの決め台詞も良かったです。賢くなければ探偵はやれない、優しくなければ探偵の資格がないって。よし、この作品シリーズで出てるんだ。またタイミングがあったら一緒に他のも見ましょう。さあ10月の3日、天田くんの闇にも迫りたいのになかなか進まんな。あの影人間以前より増えていますね。原因は分かってんの。はい、原因は分かりませんが、とにかく最重要目標は残りのシャドウの撃破。明日はちょうど満月であります。いつでも戦いの友をさせていただくであります。トリウム先生が、試験は10日後、再来週の火曜からだよ。このクラスの成績が悪いって私のせいになるじゃない。じゃあ125ページ、若者の言葉に時代の変遷を見るって単元。先生ギャル文字とか嫌いだけど解読は一流なのよ。あなの分かりにくいだけオリジナリティがないわよね。あ、閉じるか。はい、マックスか。あれかな、テスト勉強の期間も割とコミュに時間割けるかな。よーし、今日は千尋ちゃん、千尋ちゃんとおじいちゃんと風花と風花かな。うん、じゃあ風花行きます。ゆきくん、今日は何か予定ある？よかったらこれからちょっとだけお願いしたいんだけど。はい、ありがとう。じゃあ今日は屋上に行ってみない？眺めも良さそうだし。実はね、リーダーに試してほしいものがあるんだ。今日のは前みたいに味見っていうことじゃないの。ちゃんと食べてもらえると思うから。お、いいじゃん。前にも私そう言ったっけ。でも今回は本当、海苔を巻いたおにぎりが入っている。香ばしい匂いで食べてみることにした。ちゃんと食べられる。具の味付けや塩加減もよくできている。むしろ美味しいと言える出来栄えだ。おお、ナイス風花。どうかな、うまい。本当？よかった。ようやく言ってもらえた。私、お料理がうまくいかなくて
と悩んでたでしょ。だから私でもできそうなものを探してみることにしたんだ。いろいろ考えて、おにぎりならって思ったの。それからはもうシンプルで奥の深い感じにハマっちゃって、家庭科の授業でもね、おにぎりを作ったんだ。高校生にもなってって少し思ったけど、私にはそれしかないし。でもね、そしたらみんなからおいしいって言ってもらえたんだ。だからリーダーには絶対に食べてほしくて、こうやってちゃんとできたのはリーダーの力がすごく大きかったって思うから。やばい、今さ夜中に動画撮ってんだけど、おにぎり食べたくなってきちゃった。役に立ててよかったです。前も言ったけど、私みんなやリーダーがいてくれるからプラスの気持ちになれるの。大事なのはきっと喜んでほしいっていう気持ちだから、美味しくできたんだと思う。食べてくれる人を思って作ったから。ありがとな。いや、また作ってくださいよ。うん、もちろん。食べたくなったらいつでも言ってね。風花も嫁候補にふさわしいよな。本当に。いや、なんか、まあ、妹のような感じもあるよね、風花。感謝されてる。よしよしよし、いいぞ。あのね、美味しいおにぎりを作るには、ちょっとしたコツがあって、まずお米を研ぐときなんだけど、あのなんかさ、握りすぎないのも大事なんだよね、おにぎりって硬くなっちゃうから。あ、夜。いよいよだね、満月。いつも通り明日の夜は寮で待機だから、必要なものとか今日中に揃えといてね。今回も頑張ろうね。あ、作物。ガッキーとの共同作業で。はい。おお、肉厚ほうれん草だって。仲間と食べ野菜。なんだこれ。スピーカー役アイテム大事だからな。7月の15日 OK。そして、今日はどうしようか。純平がいるのと真田先輩と、よし、満月のシャドウの残り3体、どんなイレギュラーが起きてもいいように準備はしっかりしておこうね。とガッキーがいるのと、上は誰もいない。今日どうしようかな。真田先輩もいいけど、まあ順平にすっか。屋上の菜はお前が世話してんだろ。装飾系の次に食うのは野菜系、これ間違いないっしょ。じゃあ一緒にやるか。一応やりますか。野菜なんて店に並んでる普通のしか見たことねえけど、霧城先輩みたいな人らが食うようなお高級なブランド野菜とかあんだろ。俺らもそういうの作れば一儲けできちゃったり。夢があるな。頑張り次第。お、のりきちゃん、夢はでかい方がいいよな。お前器用そうだし、ここは協力して屋上で一花咲かせようぜ。まああれこれ考える前に、とりあえず手へ動かしますか。思ってたより恩恵でかいな、これ結構腰にくんな。屋上菜園のイベント、手は泥まみれだしよ。若いのに頑張ってくれよ。あ、たくさん取れそう。よし。まあでも純平印のブランドのためならまだまだ頑張れる気がするぜ。一人じゃ勝手がわかんねえし、また誘うから付き合えよ。さあ、あーついに来た作戦日が。今日は満月、大型シャドウが現れる日だ。あちこちで歩かず体を休めておくことにした。あ、もうまっすぐあれなんだ。
昼間のイベントもなし。さあ頑張っていきましょう。目標発見しました。これは岩戸台の駅前広場です。駅前か。これで10体目か。12体まであと少しだね。1体ずつ慎重に行くとしよう。って1体ずつとは限らないですよ。またいっぺんに2体だったりして。すごい、ゆかりちゃん、反応2つあります。え、マジ？当たんなくていい。そんなの。シンジはどうした？ゴッキー、荒垣先輩なら後から合流するってさっき連絡が。理由は聞いてませんけど。後から？相変わらず勝手なやつだな。どうしたの？なんか知ってます？誰か。心配ねえんじゃねえの？後から来るって言ってんだし。心配なんだけど。まあね、この前の順平も集合に来なかったからね。あれは仕方ないだろ。もう心配ねえって言ってんの。あれ、天田くんも来てないし。なんか天田くんも。順平呼んできて。この前の罰ね、これ。罰？うわ、マジうぜえ。まあ、ガキは寝てる時間だしな。行ってくっか。今回は敵2体だ。とにかく現場に急ごう。前線の顔ぶれは現地で状況を見てから決めることにする。じゃあ行くぞ。はい。うわ、いる。この辺いつも学校行くのに使うし、暴れられるとマジ困るんだけど。なんだか私たちを待ってるみたい。ん？ところで天田はどうした？ああ、なんか部屋にいなかったんすよ。え、天田くんも？シンジのやつ遅いな。あの、急いだ方がいいと思います。もうすぐ動き出しそうな気配です。仕方ない。突入メンバーはこの中から選ぶことにしよう。決まったらすぐに向かうぞ。さあ、今回はパーティーどうしようかな。ちょっとガッキー気になるから、ゆかりは外せないんですよ。このガッキーと同年代組でいくか。そうだよね、この二人組めないもんね、いないから。じゃあこのメンバーでいきます、今回は。つまり俺に任せたってことか。はい。ちょっと待ってね、リーダー。今回相手は2体。連携による攻撃も予想されます。十分に注意しましょう。はい。うん、あの、うん、うん、今愛しているがいつ暴れ出すとも限らない。今いる戦力で叩く準備ができて始めるぞ。はい。うん、あ、先輩今回は連れていきます、ね、早く行くよ。はい。さあ行くぜ、駅前に。2体いるわ。あれ、1体だけじゃないって思ったんだけど。おお、なんか右綺麗だね。え、何、え、なんか透明にしてんだっけ。何あれ。え、反応が消失。ゴーキのシャドウが何かしたようです。え、右がゴーキなの。なんか運命っぽいんだけど。今は攻撃できません。まずはゴーキタイプから倒してください。はい。さあどうしようかな。なんかバフ系があればバフをかけるのもありだが、ブリッジ使うか。よし、この属性こいつ何やろね。ポイズンとか多分効かない。あー、やっぱ無理か。なるほど、物理。あ、物
つで反射される。なんと、魔法かこいつ。メビウスロンド。いって、ちょ待って、サン先輩。わ、ちょ待って、どういうことよ。わ、怖っ。運命のは何これ、何これ、スカーレット、なんか始まったんだけど。え、ね、バフがかかるってこと。敵味方全体の攻撃力も上がる。あのルーレット止まった目によっていろんな効果を発生させるようです。なるほど。赤が外れ、青が当たり、効果は敵にも味方にも付与されます。どの目に止まるかは予測不能です。とにかく気をつけて。面白いやんけ。何だったんだ今の。この相手の解析を進めますか。こいつはやっぱり物理がダメだね。はいはいはい。ここは怖っ。ステーション、サキュバース、ちょこちょこ攻めていくしかねえな。敵全体攻撃力低下、これ使うか。よし、この状況なら、これでどうだ。ギガオフィスやだ。おー、ナイス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 。ナイス。これ運命タイプずっと攻撃できないのか。やっぱ倒すしかないって感じだね。よいしょ、171。もう一回回復入れるか。よし、あれ、あ、来た。よし、使おうか、ライトニングスフェア。フィニッシュだ。多分あの運命タイプの方が多分物理しか効かないとかかな。きっとこっち魔法人とかリベリオン、食い入れ替率上がるやつやな。出た、今度は何。お、サンディか。これ何、回復ってこと。あ、じゃ、一定ダメージかよ。敵味方を問わない運任せの攻撃。ねえ、どうすれば攻撃なのか。さっきは主人公は攻めろ、ひたすら攻めろ。よし、ゆかりは回復。ありがとう、ありがとう。いいじゃん、今なら行けそうです。いいタイミングのテオルギアだね。ここから、ナイス。この局面なら、クリティカル、なあなあ、耐えた、えらい。決まった、これ何ですか。あ、防御力下がる。
なり耐えますね。本当だね、硬いんだけど。よし、でゆかりは使おう。サイクルマロ、いいね。ちょっとここ一回回復入れた方がいいかな。全体回復を味方全体200、全回復これでいいか。これで好転する。よし、急所を突く。間違えた、ちょ、キイチョ先輩使いましょう。仕上げだ。ナイスナイス。おお、今日敵おバカちゃんねっていうか、でもすぐ倒れそうだな。366、光も。よしよし、ゴリ押しゴリ押し。これなんかいい攻撃アイテムないか。150ダメージ、普通に攻撃与えた方が強いかな。はい、あ、やった。よし、あとは運命タイプだけ。動き出したな。運命タイプの反応が再び出現しました。今なら攻撃が当たります。よし、アナライズ使える。うん、お、なるほど。お、これ真田先輩ぶっ刺さりやんこれ。おお、あ、回復しちゃうってことか。ニュークランチ、いいね。このこの、じゃあ使っちゃいますか。え、これ、あ、でもあれか、耐性無視だから、よし使っちゃおう、かわいい。ドゥーン、おー、うめえ。こいつそんなに強くない、これトロフィーデストロイヤーこんなのあるんだ。あ、ちょっと待って、これ、あ、やばい、回復しちゃう。あ、やばい、やらかした、クソが。やらかした。あ、真田先輩、行っちゃってくださいよ。よーし。あ、ねえ、ちょっと、総攻撃できないの、意地悪じゃありません、ちょっと。何これ、これ、ない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 、え、何これ。あ、よかった、危ねえ。何何何何、あれ、何も起きませんね。ただの発感、運試しはもう十分だ、さっさと倒すぞ。はい、この一手で、これで、え、これフラグだったりしないよね、なんかの。よし、お疲れ様でした。出たー。はーい、トロフィー、運命のいたずらだって。